2万点差まで来ました、斉藤。ナイス、斉藤。いいよ。もうすごい嬉しそう。うん、かわいい。最強戦での初上がり、うん、この映像対局での初上がり。やっぱ嬉しい時は笑った方がいいよ。ゲームはそう。さあ、難入ですね、一曲。パタロッソの親バンドラはパーソー。親だな、これ上がりてえな。最低2000オール。どうでしょう、ピンズ一メンツです。よいしょ。おお、いいじゃないですか。最後は3ピンローピン。めっちゃ嬉しいですよ。めっちゃ嬉しいですね。子供が軽ければ、ああちょっと軽くなければ、まあメンツはないが悪くはない。ラッキー3はソーズで一メンツ。ちょい重、吉田は初がドイツです。いや、これでも泣きにくいよね。そうですね。チーからの方がまだマシかな。あ、これは鎮逸は本逸。これ鎮逸、ドラが急走、あ、ドラがパーソーですが急走打っていく鎮逸ですよね。鎮逸にしたい。鎮逸したいですね。はい、2枚目の9ピンが出る前に9ピンを重ねたい。そうですね、ありますね。いや、もうなんか、あ、3枚だ。いいピン、いいピン、ポン。ああ、両ピン、両ピンだ。これさ、今残しますね。これ本一はいらない打法だよね、要は。まあ飛車切るってことはそうですよね。そう、本一はいらないけど、鎮逸と面板ピン、イーペイ以降の天秤みたいな。ターンはちょっときつくないですか。きついね、確かに。面ピンだね。ターンはだいぶ遅くなりそう。あ、これドラか、ドラか、ドラ。これはトンカチュンを切るか。わあ、ドラチュン切りだ。あ、じゃあちょっとぼかした感じのシャーだったのかな。かもしんないね。今1枚切れて、メンチンピンですね。メンチンピン、はい、メンチンピン、イーペイコー、イーペイコーですね。はい、バイマン、マンガンプリとバイマン、高い、バイマンですね。ピンズ、ピンズ、ピンズ、こえ、ドキドキしてきた。白は1枚切れ。うわ、これは残しますね。来た、もうここでね、そろそろもうなんていうのかな、迷彩も程よく、危険牌残してもしょうがないんで、これは泣く？泣きたいですけどね。パーピンだって仮に打たれたら2枚目のパーピンですもんね。はーい、はーい。これもう1枚引きたい感覚分かんない。分かる分かる。9ピン引いた後の泣いていいじゃん点ぐらいにしたいよね。9ピンは引いたら、はい、うん、まあ、ウッパーピンで泣くじゃないですか。あ、パーピン、あー、パーピンが切られた。切られた。チーピン出るな。パソドラ、ドラを切っていく。これすごいね。まあ、チーソーが2枚見えてるし、引いた、引いた、ウーピンだ。これイーシャンテンだよ。イーシャンテンですね。カンパーピンのダマッパネの、あ、キュー、パーピンあと1枚しかない。いや、なくなった、なくなった、順から出た。ただまだ分かんない。はい、まだ分かんない。でもこれ内蔵されてないだけマシっすよね。そう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 、どうにか切り替えられるかも。あー、一巡間に合った。一巡間に合ったけど、けど分かんないよ。いや、でもさすがにターツだから出ないんじゃないですか。いや違うの、チュンの、うん、チュン引いてからの一寸チピン、うん、リピン握れか、三切れによって、まあさすがに一寸チピンしますよね。これさ、ちょっとパーピンが内蔵されてて、うん、実はチュンからのが嫌なわけですよ。まあ、うんうんうん、それだとちょっと上がりづらいけど、これだったら教えてくれてるから、うん、今一寸チピン引けたらシャッポンとかにするから、しますよね。3ピン引いてリアンウッパーピンはどうです？全然いいね。3ピンあと1枚、うん、ウッピン引いたらサブローピンにするか、さすがに。そうだね。何がいいかな。ローピン、怖い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 、全然これ危ないっすよ。ちょっと待って、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 ローソン？すごい。ペーって何？ペーとは？ペーはアンパイでもパーピン重なりがないから6球ピンをフィニッシュにしたいのかな。うーん、いや今一瞬危なかったですよね、ローソを残すと。でもイースマンに感触ありってことかな。なんだろうね。あ、でもイーマン残ってますね。暗黒切れはね、こういう時の暗黒切れはだいたいテンパイの時まで取っとくのが、まあ、セオリー的にはセオリーなんだけど、うん、まあ受け入れが団地ですからね。うん、倍ぐらい変わっちゃうんでね。見えない、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 なんだ、ペイペイペイ、うん、チーマンじゃん、全然違うやん、うん、あー、今がなくなっちゃった。イワン、うん、うまい。
これ、ローソー持ってたら危なかったけどね、チーピンとか引いて。ローソー持ってたら危ない、うん、あれこれちょっと待ち、イーソー振り点なのか。本当だ、チート打ちのイーシャン点。これなかなかテクニカルだな。引かない、そろそろ確率上ピンズ引きそうなんだけどな。チュン、そうイーソー、チュンはチュン山です。確かに確かに、チュン山に2枚、うん、うわこれ持っちゃったら危ないぞ。こ怖い、ハク来たら危ないぞ。怖い怖い、ハク来たら将来。おいーす、リャンピンの方。おいーす、いやこれピンズ引きそう、そろそろ。さすがに、さすがになんぼなんでも、なんぼなんでもこれピンズ。リャンピンとか違う、親だよ、だって親、親リャンピン。ようやくあと1枚か、イーシャンテン。ウッパーピンが圧倒的にないから、うん、サブローピンの筋とか普通に引きそうなんですけどね。ローピンとか、ほう、でもチュン引敗しない、チュン引きがいいですよね。イースチピン違う、あ次だな、そろそろ次ですか、次だな、うん、土田さん見たくなってないですか。いやなってる、だよこれ、これ意外と次あたりピンズ、はい、結構結構無警戒とまでは言わないけど打ってる人もいるんで。そうなんですよね、はい、これテンパったらワンチャンありますよこれ。あーこっちか、ハクタンキ、ハク誰か持ってたな、ハク持ってたよ、あれ誰だっけ、え、あハクはよよ、あ違うよ、ラッキー3さんが持ってる、ラッキーハクだよ。あイスチ、いやでもキューピン無数字だけど、まあさすがにワンチャンス、ね、勝負かけますよね。イー、ね、ピンが順から順から山にもう川に出てる、はい、スッチーピンだけなんだよ。スッチーピンですね。ただカンパーピンよりはいい、まあ、キューピンタンキーはちょっとやりすぎ、いやでも逃げれだからな、逃げれ無理無理、これキューピン切ってさすがにスッチーピン、いやリーチまである、いいスッチーピンリーチか。ただ、うん、これもうラッキー3のハクが、はい、あもうスタンバイされてますよこれ。2件リーチだろうがなんだろうが、なるほど、2件ならより出ますね。2件ならより出ます。え2件なら現物を抜くかもよ。あるのかな共通、多分ある。ちょっとリーチある、キューピン来てリーチある、一発で決めたい。リーチだ、リーチ、リーチでしょ、スッチピン、実質スッチピン。ここでラッキー、ちょっと待って、怖え、いや白マジ危ないっすね。危ないっすよ、ちょっともう一回見てみよう。地獄短期しか当たらないんですけど、冷静に見てみよう。ない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 、いやー白だ。三蔵とかあったよ。三蔵ありました、三蔵あった、六四です。ほんとか、でもイーシャンテンでしたからね、ラッキー3も。うーん、裏ドラが乗らなかったのが救いか。リーチ一発、チートイツ6400。はい、みんな狙ってくるからね。いやー吉田も狙ってきました ね、地獄短期。パタロッソさんが痛いですね。うん、痛い、親が亡くなったことも痛いし、上がったトップ目がまた離れたことも痛いし、上がりましたからね。まあでも2枚切れのハクぐらいふわっといくよな。うん、気持ちはわかる、気持ちはわかる。一応そのために持ってたっぽいハクですね。はい、ね、あれはもうハクで待った吉田さんが上手だった、はい、そうですよ ね、うん、さあ斉藤、この山は絶対落とせないぞ。絶対落とせないですね。南極ドラは3層、トンがこいつだけかな、はい、だが19自敗の枚数はどうだろう。種類2、4、5、6、7、シュー、きつい。だからちょっと厳しいですね。そうですね。ああラッキースリーが、だからもうポントンポンしてあがくチーマンから。おい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 、さあチーマンの先切りで6球前の布石、トンポンだ。トンポンですね。もうこれで一生連チャンするしかないですね。はい、明日まで、いやいや明日の朝まで、そんなになくてもまくるんじゃないですか。あ大げさに、3ピンも先切り、大げさに言いました、はい、なるほどね。1時間連チャンしたら大体トップっすよ。なるほど、はい、まあ、大体そうでしょう ね、 そうすね。あの時もそうだったな、あの時あの時もあの時の話ですか。6個満点差ひっくり返されたと、はい、あれでも6000オール入ってたんで、はい、はい、スピン短期のリズムチート裏裏が、はい、はい、うわー、ラッキースリーに差しの3色。ダキさんその話、はい、絶対みんなの前にしないで。あのね僕は本当は、はい、最強位じゃないみたいな話やめてほしいんだよ。そんなこと一言も言ってないですよ。被害妄想ですよ。僕あの年本当は負けてるんですよ。リベンジでね、はい、はい、いやいや、リベンジで勝って正当な権利を得てるわけじゃないですか、正当な最強ですから。リベンジってなんだよっていう声もあるんで。いや、まあまあまあ、まあ、確かにそうですけど、お前負けとるやんって、はいはい、7人から言われて僕覚えてるんで。まあまあ少ないじゃないですか、7人がそういう風に言って、はい、それスクショ取ってあるんで、恐ろしいですね、はい、怖っ、はい、
お前負けてんじゃねえかって。さあいいシャンテン。いいシャンテン。はい。ドラ引きたいですね。うん。ドラ引きたいです。いい判でも高く。ラッキー3は両面3つの両シャンテンです。おお。こちら吉田は得意のチートイツかな。そうっすね。いやもうでも一旦パーピン。ポイント持っちゃってるから。はい。なんかさらっと上がるでもいいんですけどね。あの、はい、親のリーチがねないんでね、あ、まあ、そこまでもそんなに怖くないですね。ポンテンだ。ポンテンというか、まあ、ポンテンですね。ペンチーソー。ポンポン。サンフル。ポンチーポンテンですね。はい、ポンチーポンテン。おお、いい手。来ましたよ。すごい捨て牌。2、3、4。はい。二刺しの3色のイーシャンテンですね。はい、ペンチーソーって1枚だけしかない？はい、ペンチーソー1枚ですけど。シャンポン変化もないんかな。変化も結構薄いですよ。そうだな、難しいだな。もうなんかタイミングが前後だよな。あと先の遅れてきたドラ。でも泣いてなきゃ持ってきてないし。なるほど、うん、あれやめたんすか、あのドラ恋人みたいな決め台詞。違う、私は一方的に追いかけてるだけで片思いです。疲れてないですか。疲れてない。あ、なるほど、片思い、はい、ならいいですけどさ。ドラに片思いです。ドラに片思い、はい、じゃあ恋人じゃないんですね。恋人じゃない、一方的に思い込んでたんですね。言ってるだけ、はい、もはやストーカーみたいなもんです。やべえっすね二階堂やべえっすね。そうそうそう、きっとこれ3層切ったんだ。3万短期トップ目ゆえに。おお、おいおい、やってる。やってますか。これはもう上がれる方。3万短期、うん、で、はい、もしかしたら両面変化もありますもんね。両面引いたらシャンポンにするんじゃないですか。す、ね、でもこれにしとくと勝手になんか自敗にできるみたいな。うん、自敗ないや、全部切っちゃってる。あの人本当だ、トン、トンはポンされてる、 トンポンされてる。あ、ラッキースリーさんの二刺しの3色のリャンゾーがもう4枚見えちゃったんですね。あ、もうってことは刺し子がいい。はい、ああ、そういうこと。はい、なるほどね。パパロッソもいいシャンテンですよ。これ吉田さんが、これ吉田さんがなんか上がりそうですか。上がっちゃいそうな気がするな。3万トンキですか。ここから変化して、変化して3万山一、このままいきます。3万短期続行。イーソーも山か。さあ来ましたよ、パタロッソ。これ嬉しい変化ですね。でもこうなるとリャンゾーちょっと取っときたかったな、ね、ドラ受け。いや、これなんかもほんとアンコって、イーソーとウーピアンコって両面で上がりそう。これアンコりそう。スーソーの方、もう来たぞ。来たよ、リーチだ。リーチだ、パタロッソ、ウッパーソー。はい、もうやるしかないよ。はい、ウッパーソーいいんじゃないですか。お、1、2、3、4、4、今2万6千点差ですよ。5、3山だね。一発あるか。3山、あー、いいそう。あ、いいそう。あんこ欲しかった、あっちの。チーソーもありますよ、1枚。チーソー1枚いる。サイトはもう折りはない。1対3。お、ウーピン、キューピンは、キューピンが通ってる。折りた。もうやめますね。お、びっくりした。パンマン、パンマン、パンマン。なんか今。これは、まあ、イーソー。イーソーが現物でないですね。やめますかね。はい。はい。ここはイーソーのトイトとして回る。しっかりしてますね。パソいるか、うん。子供が上がる分にはいいだろうっていう、ね。まあ、そうですね。うん、パタスちゃんが上がる分には。大井さん、これパタロッソは斎藤から出た場合は上がりますか、はい、この点差で 1、2、3。 いや、微妙ですね。微妙ですか。どっちもありです、うん、ああ、また転敗した。張り返し、サイド転敗。3万短期、おびローマ、クリスト、3万短期で上がっちゃうんじゃないか。クリスト、ローマ、ローマ、ローマ、3万がもう1枚いそう。あるか、現物はあるのか。分かんない。キューピンはリーチには通っているけど、うん、親には通ってないですね。親には通ってない。ない、ね、筋折って3万とあるよね。なんと吉田、はい、統一落とししたばっかりで張ってる確率って何パーだよ。いや、相当低いんじゃないですか。だってあの時テンパった以外いなくて、しかもチートイツですよ。食らったな。いやー、これは吉田が圧倒的リードで、なん3曲
いやこれはチート1600。斉藤さんもきついね。きつい。パタロッソと斉藤はきつい。ラッキー3はまだ親番が残されている。羽根つも2回ですね。羽根つも2回ですか。ね、斉藤さんが斉藤さん羽根つも2回で、あそこ3万点こっち。パタロッソさんも一緒ですね。3万2000点と、ま、マンツも羽根つも行くかな。2万9000点。ダメですね。羽根つも羽根つも羽根つもですね、はい、吉田さん親だから最後羽根つも1万8000点。インパチ縮まるんで、うん、羽根つも羽根つもです。それまでに1万8000点以内で、はい、収められるよ。そうですね。もう現実的にするしかない。うわ、うわ、二メンツです。できてる。やってますか。さあ、何曲はラッキースリーのエヴァンドラはローマン。ん、パタロッソはこれはハネマンぐらいは容易にあるハイパイでしたね。マジで。あ、本当だ。大げさに。ありますよ。大げさに。見てください、大げさ。いやもう全然見てなかった今。もういや大げさに言ってるかもしれないが、どうでしょうか。一回確認してみるわ。お願いします。次ですよ。次ですね。これですよ。これ順々だよな。これこれどうですか。はいはいはい、純ちゃん三色系ね。はい、789OKOK。 倍満まであるんじゃないですか。なるほどね、わかりました。全然ありますね、確かに。まあ、作ってくでしょうね、パタロッソさんも、はい、やっぱそれくらい上がんないときついっていうのはね、重々承知してると思うので。当然のように馬もつぶぎってましたもんね、うんうん、はい、OK。 斉藤はいや麺単品三色、うん、そうトンはいらないと。そうっすね。そして親番のラッキースリー、ラッキースリーさん超面前型で吐くも泣かないんですかね、やっぱり、ね、どうなんだろう。2枚目はレンチャン狙いで泣くかもしれないですけど、実際さっき泣いたけど、その後さ本一行ったじゃん、はいはいはい、結局そのバランス難しいんだよね。吐く泣かない、うん、僕は泣かない。ここは面前でいく。ロチパがあるから3万から、なんから、あ、まあね、難しい。3万、これイシャンテンなんだね、何気に。そうなんですよ、吉田がイシャンテン両方具系とはいえ、パタロスは1枚も引けないとはいえね。とはいえ、斉藤さんちょっと伸びてるけど、はい、あのそっちじゃない方に伸びてるみたいな感じですよ ね、 そうなんですよね。あ、いい表現ですね。あの、いい班でも高く欲しいんですよね、はい、スピードじゃないと、そうシャンテン数じゃないと、シャンテン数じゃなくて高い方に。あ、ジャンプはできました、できました。いい表現ですね。もらっていいですか。あの、いいですよ、許します。本当ですか。あげます。ありがとうございます、はい、よかったですね。あげるっていうか私も使うかもしれないけど、はい、じゃあ共有でいいですか。共有で、ありがとうございます、はい、あ、ドラドラ。さあこれで2枚目の白はもう、これさすがにいい方に伸びてますね。あ、でもドラドラ固定それおもろ今の使い方いいんでしょう。合ってます。ありがとう、はい、これ決まれ。うわ、まあ一旦ね、一旦ね、リーズも三色でも足りないんだよ。足りないですよ。じゃ分かった、マンツもバイツも、マンツもバイツもは大丈夫そうですよね。あ、まあでもフリテンリーチありですからね。はい、4切って1点、はいはいはい、1点ね。 OKOKOK。 いやでもさ、パチパチ引いたらどうすんの。パーマンパーピン引いたら、パチパチパーマンパーピン引いたら一旦ダマん、パー、あ、だからパーマン引いて一旦ダマにして、一旦ダマってことね、じゃあね、はい、パーピン引いたらフリテンリーチ、そくり、それまでにイーソー重なるかイーピン引くかみたいな感じですよね。あー、パーマンが薄いか。薄いな、パーピンも薄い。あー、パーマンあと1枚、パーピン順からじゃん。パーピンないか、まあかわいそうこれ。まあでも形上はね、もうこうせざるを得ないんで、斉藤さん、もうとにかくドラは使わないといけないですからね。馬を切るわけにはいかないか。いやもうわからん、わからん。ローピンつもぎりでいいんじゃないかな。つもぎりました。何がかわからん。さあラッキー3、あれどういうの、あれ羽根つもってどうやって切ったっけな。麻雀忘れちゃったマジ忘れちゃいました。あれどうしたっけなと思って。ん、さっきのすか、え、斉藤さんの、うん、あれもどうやって作るんだっけ。あれ昔できたんですよね。でもまあなんか結構ドラ引かないと話にならないくらいの。そうだね、うん、三刺の3色、刺し子の3色、はい、やっぱ大丈夫だよな、あの辺ほぐしてって。そうだよな、自信ないんだ最近。珍しいですね。あ、来た、天敗これは闇天ですかね。まあ一旦闇天3万で、はい、
3万2飛び2飛びで使われだな2飛びで1使われあ引いた1使われ引いたこれは2差しインシャンテンじゃないですかでも 目いっぱいに来ましたねそうなんだよ左手振り点なんだよね、はい、2差し第1だそっか第1だうん、二差しイーシャンテンにはならないな二差しイーシャンテンですねびっくりしたね、はい、タンヤオになったタンヤオになった山にいるでもね今打たれたんだよね3枚目が本当ですねただ1枚いる、はい、あと1枚、うん、3枚でも山にいるないるあこれ振り点だからはいはいはいベンタッピードライチ運送は完運送ですラッキー3といえどここはもうそっかでピンフが欲しいんでね斉藤さんはそうですねはいこれ3万いるぞいますねこれ掴んだ人打つぞ全員打ちそうですね、はい、いますね全員打ちましたあ来たリーチだリーチだリーチすっちそうさあ斉藤すっちそう待ち1、2、3、4顔風呂に1枚5、3山これは見逃しですよね 2枚ですね、うん、いや曲がるかな何見逃しってどういうこと見逃しますよねラッキー3から、まあ、見逃しますもう破裂もしたいですはい見逃したいですよね、はい、見逃したいあらパタロッソさんはこれ転売だけど転売料のために1300キューピンはまあとりあえず切るは切るんでしょうけど、はい、リーチするかしないかと、はい、上がるか上がらないかとドラ引き待つかとキューピンを切ってダマにして上がらないあまあそうですね直撃してもな1300だしなそうですね あの吉田さんが喜ぶだけだと思っちゃう町に自信があるならリーチも考えてんだね2飛びか、うん、パーマンは2飛び先生リーチの現物にパーマンがあれば、うん、吉田さんからの直取りが取れたんだけど、うんうん、今回はちょっと難しそうなんででも1300なんよいやリーチしてリーチ行きましたこれであっちに現物だったらリーチしてもよかったかなってうん、うん、いやラッキー3も転敗転敗あったよ1枚切れの箱ありますよね。箱1枚あります、はい、1枚ありますね。勝負ですね。これ見逃すかな。どうなんでしょうか。3万も1枚ある、うん、チーピンはいけない俺からは上がるからね上がりますね上がります、うん、おパーピン現物ですねパーピン現物ですけど、はい、今チーピンを打とうかどうか、うん、はい、うん、ここは吉田オーリー選択白一枚もうこういう時ね自分から上がるか上がらないか分かんないからね人によって違うじゃないそうですね例えばその斉藤さんのリーチ僕から上がれるんですかって言ってスチーソー来たらロン8000って言われたら終わりだよねそうですラッキーさんとかバタさんは見逃してくれる時もあるし上がられる時もあるし8000上がっておくといや自分もバイツもですけどみたいなバイツもはい、はい上がるんじゃないかなそうかバイツもだったら、まあ、ありますもんねリーズもチートイ思うもうらうらとかエンタンチビンツも3色思うらとかでバイツもはね名本とか作ってあるからそったーそったよこれ裏一ほんとでかい頼むほんとでかいなーいないとバイツもかはい2004000ですリーボもらってどうだちょっとエンタンピンツもドラ12004000斉藤さんすもね今32だから1枚斉藤が2番手ですね羽根満足りないです羽根満足りないですかやっぱバイツもかバイツもですはい他の人は100万出上がりがパタさんは100万出上がり OK、はい、ラッキーさんは100万ツモ OK ツモですかはい直ツモ OK うん、うん、もうこれで大体大丈夫ですはい分かりやすいですね、うん、今回はパタさんがちょうど3万点差だから、うんうん、なんかこう倍直もある倍直ありますね倍直ありますね失礼 ね言うようなラッキー3さんはじゃあ3倍満直か倍直かはないですもんね、うん、ドラはいいピンいいピンで倍満か純ちゃん3色ピンフとわあハイパイ悪い悪い方がいいここはうん降りるマンズの一色ですねかスワンコスワンコですねスワンコの方かな、はい、どちらかといえば悪魔ツモですからねそうですね斎藤バイマンは純ちゃんか悪魔いいピンあるからチートイツもあるローマン6万スワンコがあるからそこは大三元があるから留意そうもう何でもあるよ何でもあるだからあれだって4万7万切ればいいんじゃない
数万個も大三元も国士も全部残る。数万だな。そう数万とか。よっしゃドラ吸収したの大きいぞ。初はほら数万個。おい急に現実的に。おい。え何何ちょっとリアンシャンテンですよ。リアンシャンテンだ。2万1枚。パンダちゃん。数万1枚。リアンピン2枚。数えの早い。チーソー2枚。すごいやん。なかったらどうするんですか、アキさん。何がですか。もう残ってなかったらどうするんですか。うん、違う違う、はい。今言ったのは全部ちゃんと4人の手配見て喋ってるからあってます。ありがとうございます。さすがです。もう全然違うんだ。だってめっちゃ夢あるじゃないですか、この10名です。夢しかないよ。パータロッソここで100万逆転を。あの手配に釘付けで他の3人の目いかなかったよね、はい、もうダメだうちら。そんなことないです。リャンマンとかいそうだなぐらいだよね。ポンコツ代表です。リャンマンいそうだもんね。あれな、リャンマンはありそう。リャンマンね、誰か1枚持ってたなとか思ってるんかい、うん、持ってるんかい。持たれてますね。逆に持ってるんかい。壁かと思った。ああ、純ちゃんの純ちゃんのキューピンが789が落ちてしまった。ちりーちゃん、ラッキースリーはジュンちゃんの補足。いやジュンちゃんの3班高い。しかもイーピンドラだからほら。なるほどね。使えるし。違う。びっくりした。違う。それじゃない。それじゃない。3万いらない。3万は大丈夫です。3万いらない。本当に。フルポコは。すいません。3万はいらないんです。リャンマンと数万とそれよ、リャンピンとそれ、チーソーですね。いやこれ多分イーシャンテンぐらいまでは行きますよね絶対。行くんだよ。行かなかったことはない、日吉さんが言ってた。これがイーシャンテンにならなかったことはない。そうなんだ。言ってましたか。言ってた。日吉さん言ってるいつも。そうか、うん、なるほどね。ん数万個。ラッキーさんも数万個ですよ。ゴツゴツしてきたね。狙いは数万個。みんなゴツゴツしてきた。ゴツゴツしてます。みんなゴツゴツしてきた。イーシャンテン今でもイーシャンテンですもんね。誰？え？誰？パタロッソさん。いやチ、あのチートイ的な話ね。チートイ的な。そうそう。ツモスのイーシャンテンはチートイツのイーシャンテンって聞いたことある。急に現実。ドラのイーピン持ってくるとちょっとね。あリャンピン欲しい。リャンピン欲しかった。あと1枚リャンピンまだ。あーチーソー。チーソー。あと全部これで辛くなってきたよ。あと全部1ずつとかじゃない。ツラタン、ツラタンです。ただ順からが1個もないような気がするんだよね。あまだまだないですね、はい、あの1111 もう興奮しちゃってんだよアキさんが数えてくれたものの上書きしてるだけなのに、はい、もう興奮しちゃってんだようちら。1111あと3もある。あと3まだでもまだ大丈夫です。まだ111の法則ある、はい。あとはリャンピンが見えたんで、そう切り替えていけるかもしれない。なるほどね。うん。トンもないしな。トンもないか。じゃあトン切っちゃいましょう。こういうイーマンも。イーマン2枚切れ。2枚切れ、オッケー。重なりそうな牌をね残してスイッチできるように。オッケー。でも目に見えてなくなってくれた方がまだね。そうなんですよ。よかったですよこれ。オッケー、オッケー、オッケー。そうか、トンはションパイだからな。それは持ちますね。そうですね。そうするときついですね。吉田さんが持ってるんで。吉田さんが持ってるんでトーン騙されちゃってる。騙されます。これは騙される。いやーきつい。いや斉藤はきつい。いや勝負ありって言っちゃいけないけど相当きつい。これ吉田さんがこれはもう違うことを祈りそう。ああもうここで吉田さんが万が一の転敗宣言。ベロッダダダダッつって天敗だっつって。まさかのまさかの10万の統一落としをしている。まさかの。まあでも手は組んでましたからね。そう、うん、まさかの100万が1の天敗宣言なくはないですからね、はいはいはい、なくはない。何があるか分かんない、ええ、いや100万賞狙ってますで、はいはい、確かに100万賞あるんですよ、ね、100万賞狙ってます。私はここから逆転されませんつって。あーもうこれは、はいはい、ないですね。その可能性、その可能性を自ら巻く、はい、いやーあとはパタロッソがもう奇跡のツモを3回連続で。いやー今ヤンピンドラとしてシャンテンス落としてるんですよ。はい、現実的に数段チートイツイシャンテン、チートイツイシャンテン、もう無駄相撲は許されないぞパタロッソ。ここも無駄相撲ない、もう許されない。あっ切ってる。ウーマンが3つ
いやでもね、馬切った時はねもうねあったんだよね、そうなんですよ、サーツ当たりてたんですよ、でションパイ切るかどうか、いやー現アマチュア最強位のパタロッソがここで敗れるか、残り3巡あと1分、これで組み替えファンファンファンだからまだある、まだある、ある、あと3回ある、奇跡を願うしかない、3回積もがある、3回あります、配定がありますから3回ある、そうだね、馬を返してほしい、でもあの頃には戻れない、もう戻れないんだよこのハンチャンボン、戻れない、うん、ここ、さあここで引かなかったらもう終わりだ、ここ引けるかパトロッソ、1枚目ダメか、ダメか、これで天敗までですね、スーアンコは、そうですね、いやー現アマチュア最強位のパタロッソ、うん、南関東最強位の吉田実の前に強かった、あんこ普通、あら、いやまあこれはでももうね、うん、無理ですよ、無理だよ、なかなか難しい、積もってはいないよ、天敗、うん、あでもあと1回ありますけど、天敗になってたってことですよね、はい、難しい、難しいです、あれは手順上難しい、うん、馬よりショッパルトーン残しちゃうし、ちょっともう一回戻っても難しいと思う、いや無理っす、うん、ああ配定です、あびっくりした、あびっくりした、これがね4万とかだとね、ね4万とか数万とかだったらね、そうそうそう、わーってなるけど、全員の点で予選 D 卓が終了しました。いやパタロッソを破って決勝進出をしたのは南関東最強位の吉田実さんでした。いやー白熱の対局となりました、うん。